どうもこんにちは、いつきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、 iPhone 13についてお話をしていきたいというふうに思います。先日の動画でもですね、こちらにある iPhone 13を購入しましたよというですね、お話をさせていただいたんですが、実際にですね、使い始めてからだいたい3週間ぐらい経ちました。で、実際にですね、3週間使ってみて、いろいろとメリットとデメリットっていうのが見えてきました。で、そこで今回はですね、5つの項目についてメリットとデメリットをお話ししていきたいと思ってます。で、具体的な項目としましては、カメラ、バッテリー、アプリ、デザイン、電波、インターネットという形になっております。ぜひですね、最後までご覧いただけたらというふうに思います。ではよろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速お話をしていきたいというふうに思います。まずはですね、カメラ機能からです。カメラ機能のメリットは何といっても、静止画も動画もめちゃくちゃ綺麗に撮れるということです。実際に3週間ですね、さまざまな写真を撮ってみたりだとか、動画の撮影テストをしてみたんですけども、やっぱりですね、本当に素人の私が撮っても綺麗な写真が撮れる、または動画になるっていうのはですね、めちゃくちゃ嬉しいことだというふうに思いました。このですね、普段使っているソニーの α6400 も非常に綺麗な、画像が撮れるんですけれども、やっぱりですね、気軽にいつも持っているこのスマホでですね、撮影ができるっていうのは、これはとてもいいことだというふうに感じました。で、またですね、一方デメリットっていうところなんですけども、やっぱりですね、そのミラーレス一眼とかですね、そういうものと比べると、少しですね、ボケ感の良さっていうのがちょっと劣る部分があるかなというふうに感じるところがありました。それでもですね、十分これだけでもいけるので、本当にですね、もともとカメラはスマホだけでですね、カメラ使ってる、特にですね、ミラーレス一眼とかそういうのを買う予定はないけれども、いいカメラで撮りたいっていう方はですね、この iPhone 13っていうのは結構いい写真が撮れるのかなというふうに思います。またですね、私は素人なんですけども、もっとプロの方がですね、撮るとそれだけでよりですね、やっぱりこの自分の腕をですね、より、再現できるっていうところがあるのかなというふうに感じました。はい、次にですね、2つ目の項目についてお話をしていきたいと思います。2つ目の項目はですね、バッテリーです。バッテリー面のメリットなんですけども、これなんといってもバッテリーの持ちめちゃくちゃいいです。動画とか SNS とか、ゲームとか、それを2時間とかやってたりしても、あんまりバッテリーが減ってませんでした。だいたいその2時間ずっと触って10%ちょっと減ってるかなぐらいの感じでですね、ちょっとですね、30分触って、ちょっとTikTok 30分ぐらい見て、ちょっとバッテリー一回補充しようかなと思って充電しようと思うと、98% とか、まだ 100% のままとか、そういう時もあって、あれ全然充電しなくていいのって思うぐらいバッテリーの持ちがいいというふうに感じました。はい、そしてですね、一方デメリットの方なんですけども、それでもやっぱりですね、外出時には少し不安もあったりするとは思うので、モバイルバッテリーがあった方がいいかなというふうに感じました。充電できる環境をやっぱり作っておくっていうことで、私の場合はこちらの純正のバッテリーをちょっと持ってるので、こちらですね、つけて使うという形にしています。で、これがあるとですね、とにかく操作もしやすいんですよね。もともとケーブルをつないでやるような、充電器をですね、 iPhone7 の時は使ってたんですけども、こちらの場合はマグセーフ対応なので、この状態で充電しながらの状態の操作も非常にしやすいので、こういうのがやはりあった方がいいかなというふうに感じました。はい、次にですね、3つ目の項目についてお話をしていきたいと思います。3つ目の項目はですね、アプリです。アプリについてはやっぱり起動もめちゃくちゃ早くてですね、最新グラフィックで処理が重たいゲームとかでもストレスなく楽しめているっていうのがメリットかなというふうに感じてます。で、私がですね、以前使っていた iPhone7 の方でですね、その iPhone7 で原神をやりたいと思ってたんですけども、ちょっとですね、その処理がかなり重たかったのか、止まってしまってできなくてですね、で、この iPhone 13を契約してですね、初めてその原神をやってみたんですけども、かなりですね、サクサク動くことができて、なおかつグラフィックも綺麗でですね、結構楽しんでいるっていうような形になってます。
おとなしくしやがる。なのでやっぱりですね、その、まあ、動画ももちろんそうなんですけれども、 SNS だとかゲームだとか、その自分がその最新のアプリを使う上でですね、とにかくストレスなく楽しめるっていうのはとにかくいいポイントかなというふうに感じてます。はい。そしてですね、一方デメリットなんですけども、ちょっといろいろと考えてみたんですけども、最初ちょっと LINE の通知が来ないな、おかしいなと思ってたんですけども、 LINE の通知をオンにすれば、ちゃんと、まあ、メッセージ来た時に分かるようになったので特に問題なかったですし、ちょっとですねデメリット今のところそんなに感じてないっていうのが正直なところです。もしですねこれからいろいろなアプリまた使っていく中で、ちょっとまたここどうかなっていうところがあれば、ちょっとまたその時にお伝えしたいというふうに思ってます。はい。ではですね、次に4つ目の項目についてお話をしていきたいと思います。4つ目の項目はですね、デザインです。デザイン面のメリットなんですけども、これですね、 iPhone 13サイズがですねそこまで大きすぎず、この iPhone 7を使ってた時とあんまり違和感なく使えているかなというふうに感じました。なのでどっか届きにくいとかっていうところもあんまり感じずにですね楽しめているってところが非常にいいかなというふうに思ってます。でまたですね、こちらマグセーフ対応なので、このですね充電器ですね、これも載せるだけで、はい、充電ができるっていうのはこれめちゃくちゃ楽だなというふうに感じました。これまでのその iPhone 7の時はここに挿して充電してたんですけれども、もう載せるだけでいいっていうのはですねめちゃくちゃ楽だというふうに改めて感じました。なので結構まあ使いやすいなというふうに感じているっていうところです。でまたですね、この先ほどの話もありました、こちらの、はい、モバイルバッテリーですね、こちらの方もやっぱり使いやすいなというふうに思いますし、このバッテリーの充電だとかそういう中での操作っていうのはめちゃくちゃしやすくなったというふうに感じているポイントになってます。はい。そしてですね、一方デメリットなんですけども、まあ、気になるところといってはこのノッチですね、ノッチが気になる時があるということです。まあ iPhone 7の時はそもそものこの画面がですねそういう形になってなかったんですけども、このノッチがあることでその少し気になるっていうのは、その動画を見ている時はあんまり気にならないなと、でゲームしてる時も特に気にならないなというふうに思ったんですけども、その縦スクロールですね、縦スクロールで流れていく漫画を見るときに少しノッチ部分が気になるときはあるなというふうには思ったんですけども、まあ正直そこもめちゃくちゃ気になるかっていうとそうでもないかなと、まあ見てるうちにですね慣れていくかなというふうに感じるポイントではありました。はい。そしてですね、もう一点なんですけども、この iPhone 7のこちらのボタンからですね Face ID に変わって感じたのはですね、まあ外出先ではやっぱりまあマスクしてるのが多いので、暗証番号を押さないといけないっていうのは少しストレスな部分はやっぱり感じる部分があります。ただですね、逆に家にいるときはマスクしてないので、もちろんそのボタンを押さなくていいのでむしろ快適だというふうに感じる部分もありました。まあこれはちょっと世の中の状況を見ながらですね、まあ Apple Watch 買ったりするのかどうするのかっていうのも検討しながらですねやっていきたいというふうに思ってます。はい。ではですね、最後の項目についてお話をしていきたいと思います。最後の項目は電波インターネットになります。で私電波ですね、今 LINE を契約しました。で元々は LINE モバイルを使っていたんですけども、この iPhone 13が 5G 対応ということで 5G も使える LINE モに変えたという形になります。でなので今回ですね、このLINE モに変えた上でのメリットデメリットということについてお話をしていきたいと思います。でまずメリットなんですけども、 5G と結構適度につながりますので、ストレスがほぼないどころか 5G を使っている間本当に快適にいろいろなアプリを使うことができてます。で特にですね、外とかで YouTube とかそういう動画を見るときもめちゃくちゃ快適だなというふうに思いましたので、 5G って本当にありがたいなっていうふうに感じながら今使っている状態です。で一方デメリットなんですけれども、まあそれでもですね常時 5G というわけではなくて、これはもちろんですね今いる場所とか住んでる場所とかにもまあもちろん対応エリア寄ってくるとは思うんですけども、まあずっとつながるわけではないですし、また今私がですね LINE も契約しているのは20ギガというですねまあ制限があるので、まあできるだけですね 5G ずっと使うっていうよりは、電波ずっと使うっていうよりは、まあできるだけ Wi-Fi を使いながらですね、まあ節約しながら使うという形を心がけております。
はい、今回はですね iPhone 13 の実機レビューということで、実際に3週間使って感じたメリットとデメリットについてお話をしてきました。これからもですね使い続ける中で新たなメリットやデメリットっていうのはまたもちろん出てくるとは思いますし、ただやっぱりメリットの方が圧倒的に大きいというふうに感じているので、その、メリットをですねもっとうまく使うためにはですね、使いこなすためにはどういうふうにやっていこうっていうのを考えながらですね、いろいろと試してみたいというふうに思ってます。でまたですねこの動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。